はい、こんにちは。はい、ということで3月の終わり頃になりましたですね。今日はいい天気ですね。もう今年の冬はね、本当に寒かったですけど、まだ春一番が吹いてないってことですけどね。いやー、まあでももう春ですよね。ということで、今日は月曜日ね。何やってるかと言いますと、はい、わかりますかね。これは昨年のナスの畑ですね。はい、こちらですね。ナスね、ご覧になったらわかるように、ナスとは何か、それは木ですね。もちろん野菜なので木じゃないんですけども、こんな風になるんですね。はい、でこれがドドドドドンとね、去年のまんま、まだ片付けてないわけですね。何をやってるんだお前はと。はい、その通りでございます。で片付けてるんですね。でこの後ここにね、4月の頭だったら里芋作らなきゃいけないんで、ね、必死こいて今本当に追われてるわけですけども、ということで片付けをどうやるのかね、有機農家として、ね、その片付けの極意的なものをね、紹介しようかと思います。じゃあちょっとまた例によってね、ヘッドセットいたしますけど、今日は穏やかにね、風があって非常に気持ちのいい一日ですね。よいしょ、よいしょ、ね、さあ手袋をしましてね、ここは割とね、こうご覧になっていただければ分かると思うんですけども、住宅街の中にあってね、僕が一番最初成田に来てね、借りた、向こう側とこちら側合わせてどうだろう、6ターンぐらいですかね。向こう側 A、 こちら B ですね。さあということで片付けますね。ナスですよね。こんな感じで越冬ね、しましてしてるので、こう一見枯れてるように思うんですけどね、枯れてるものもあるんですが、でも結構ね、根張ってるんですよ。で、はい、どうですか。ああね、片付けとは何か、ただ掘り投げるっていうねそれだけのことなんですけどもね、このように軽トラ荷台にね、抜いてボンボン投げていくわけです。よいしょ、よいしょ、よいしょ、おい、よし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 、ね、あっという間にいっぱいになっちゃいますね。よし、よし、ほっ、ね、だんだん何かオブジェのように出来上がっていくわけですね。で抜いたら、ほっ。実はですね、今右肩が痛くてね、左手しか使えないんですよ。なのでね、この作業も今左手で抜いてですよ、左手で掘り投げてるだけなんですけど、よいしょ、ほっ、ほっ、いやいやね、何かこの片付けに深い意味があるのかね、何にもないんですね。ただ単にこう積み上がっていくのが楽しくないですかってことなんですけどねまあ僕の場合は一人ですからね、作業は。今日は今天気のいいね、午前中にこうやって気持ちよく体を動かして、午後からまた別のね、今度は細かい作業をやるとか、その時々のね、気分だとかモチベーションの維持ってことでね、やっていくわけです。おっ、よいしょ、よいしょ、だんだんオブジェが出来上がってまいりましたですね。いいんじゃないですかこれ。よいしょ、おうおう、おっね、夜空と、あ、夜空じゃない、綺麗な青い空とね、ナスの残差ってことでね、
よいしょ。いやこれは結構、ねえ、まだね、未だにこう根張ってるんですよ。あんまりやるとね、腰痛めですけどね。ほっ、おいりゃ、ほっ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ああ、こんな感じですよ。さあ、そしてこれをね、オブジェが完成、オブジェが完成したところでね、これをこの上に乗ってですね、あ、痛い、顔が痛い、よいしょ、よいしょ、さあ踏んでいくわけですけども、よいしょ、どうだと、よいしょ、よいしょ、これ、よいしょ、どうだと、よいしょ、よし、よし、よし、どうだと、ね、こんな感じで、ね、ちょっとこんな感じになりましたね。押さえつけられたオブジェってことでね、はあ、まだまだ片付けは続きますが、はあはあ、これで軽トラを乗ってちょっと前出してまた片付けですね、ということで、はあはあ、こんな動画を撮影して何の意味があるのかね、意味などないのさってことですね。ということで、そんな百姓農園の一日ございました。それではまた。